本日も、車両の紹介を、していきたいなと思います。今日はですね、こちら川崎の忍者250スペシャルエディションというものを、紹介していきたいなと思います。こちらのバイクですね、見た目は結構綺麗なんですけども、色合わせとかまあ多少あるんですけども、ちょっと距離がですね多めです。31,547キロという形で、まあバイク的には全然問題ないんですが、僕らが販売する中では多いか少ないかでいうとちょっと多い車両になるんじゃないかなと思います。ただだからといって何かぶっ壊れてるとか不具合があってなんか調子悪いとかっていうわけでは全然ないので、まあその辺ね、傷だったりとか、まあそういったところの詳細を説明できたらなと思います。まあちょっと前回りの方から順番にね、説明していけたらなと思うんですけども、まずタイヤ、これはまあ前のオーナーが変えて、まあこれぐらいでもういいかっていう形で手放したのかなっていうところで、まだまだ水は残ってるかなというところ、手で押さえてもねゴムの質感とかしっかりしてるんで、まあまあしばらく使えるんじゃないかなというふうな感じですね。ブレーキの方もですね、ディスクガタガタなわけでもなく、まあまあ、距離相応の摩耗具合というところになってきます。でこれここに書いてあるんですけど、ABS ついてる車両になってますので、まあこちらがローターのセンサーですね、なってますので、まあ初心者の方とかリターンライダーの方でも安心してブレーキをかけれるようなシステムになっております。でこのちょっとくらいに分かりにくいかもしれないけど、フォークの方ですね、オイル漏れ等なく、サビも、修道部ないので、まあまあ少し点検してやれば全く問題ないのじゃないかなというふうな感じですね。でまあサイドカウル、レバーのあたりですね、この辺もまあ塗ってる部分に関しては非常に綺麗ですね。ただまあこの樹脂の部分ですね、もう最近のバイクどうしてもちょっと白くなっちゃいます。最後我々の方でワックスはかけようかなとは思うんですけども、はい、ちょっとこんな感じで焼けてしまってるような状態ですね。エンジンの方ですね、こけてるバイクとかこの辺ガーンと気づいてることがよくあったりするんですけども、この辺も全然全く問題ないかなと。レバーの曲がりとかもなく、ステップの方大丈夫ですね。シートカウルの方ですね、この辺ちょっとタンクバッグつけてたのかな、この辺になんかちょっとこうこの縦の傷が あるタンクバッグじゃない、ごめんなさい、シートバッグですねをつけてたような感じの傷があるので、まあ少し磨いてやれば少しマシになるんじゃないかなとは思いますけども、そんな感じです。リアタイヤ、これバリ山ですね、ほぼ新品と言っても過言ではないぐらい山残ってます。で、これがタイヤがピレリのスポーツデーモンというものが入っております。まだまだ使います。ブレーキの方ももちろん大丈夫です。チェーンスプロケットの状態、ちょっとこれ怪しいですね。多分整備の時に交換にはなってくるとは思うんですけども、はい、ちょっと怪しめです。もう使い切ってるかなみたいな感じがします。でカール類もこの辺はまあさっき言ったシートバックの方の傷が少し見受けられるかなというふうな感じですね。でこちらのカウル、サイドカウルですね、特に問題なく傷はほぼゼロですね。3万キロほぼ無電灯で走ってるんじゃないですかね、この方運転が上手い人だったのかなと思います。ガソリンタンクの方ですね、まあここにさっき言ったスペシャルエディションのステッカーが貼ってあったりとか、はい、してまして、なんかここもへこみ等なく非常に綺麗な状態かなと思います。エンジンの方ですね、まあ、こんな感じで、感じで指導性、吹き上がり、アイドリングともに全て安定しておりまして、このクランクケースだったりとかシリンダーヘッド、そういったところからのなんかカチカチ音とかガチャガチャ音とか全くなく、まあこの3万キロ思わせないようなエンジンとなっておりまして、非常にお買い得な車両なんじゃないかなと思います。
最後にこのバイクの、車両本体価格になってくるんですけども、こちらが29万8000円の税込みというところになっています。で、これ本体価格になってくるので別途諸経費がかかってくるんですね。そちらが、ざっくり5万円ぐらい自賠責1年込みですね、かかってくるので乗り出し価格おおむね35万円ほどになってきますので、こちらの車両お探しの方でしたら絶対にお得な価格になっているので、ぜひとも概要欄の方に、見積もり取れるような形になっていますので、そちらから入っていただければと思います。本日車両紹介このぐらいにしておきますので、この動画が良かったなと思う方、いいね、チャンネル登録していただければ嬉しいので、またお願いをしておきます。そしたら本日はここまで。じゃあね。